宇土市で暮らす岸信子さん。うちの母の朝の定番です。夫の英二さんと二人、結婚40年の夫婦です。おはようございます。やばい、もう行かないと。10人いる子供の末っ子、不動さん。月曜日は毎回憂鬱。まあ今日は金曜日なんで楽しんで仕事していきます。春から社会人になりました。子供たちが自立し、信子さんが今一緒に過ごす時間が増えているのが、おはようございます。今塗り寄った、はい、壁塗り中でしたか。いただきます。母親の長江美津子さん、今年92歳になりました。みんなからです。家族が増えていく岸さん一家をずっと見守ってきた美津子さん。10人の孫に加えてひ孫は17人になりました。足腰が悪くなり、ここ3、4年は歩行器が欠かせなくなった美津子さん。一緒に暮らす信子さん、5、6年前からイメージしていた母親と違う姿を感じるようになりました。食べようと思ってたお饅頭がなかったんだって。めっちゃ怒ってて、そんなの一度もなかったの前に。その自分は食べなくても全部人にあげるイメージしかない母だったから、その私を食べようと思っとったみたいな感じで、そんなこと言うんだみたいなの、多分それ一番最初それかも。持ってくるね、うん、はい。誰かが取ったと勘違いする母。お綺麗ですよ。そう、はい、たまには塗ったらいいですよ。はじめは一つ一つ正していましたが、言えば言うだけ次々に他の人のせいにしていくから、それで喧嘩になる。もうお母さん、それでお母さんが勘違いしただけでしょうって言うと、そしたら怒って、なんそこの人がボケたこと言うか、人がボケ老人のこと言うなみたいな感じで、そういう怒り方も前母はする人じゃなかったから、ひーみたいな。言い争いが増え、ストレスが溜まっていく信子さんの支えになっているのが、介護の計画などを作るケアマネージャーです。おはようございます。すいません、ちょうど母が今、あ、出発前ですね、はいはい、向こうの部屋の方に行きましょうか。あ、こっちで大丈夫。あ、こっちが、はい。物がなくなり、家族が犯人扱いされることへの対処で悩んでいた信子さん。しっかりした母だったから、それ違うよお母さん、これはこうこうよって言うたびに、もうすっごい怒るから。否定することが一番、その人が考えた頭の中のことすべてを否定されるって感じになってくるので、気分が落ち込んできたりとか悪くなってきたりするので、そこはもうしないで、自分で起きて準備してくれたねとか、着替えしてくれたねとか、できたことをだんだん評価していくと、まあできたって自信をつけていかれるので。カウンセリングを受けております。一人で悩まず誰かに打ち明ける、解決の糸口は子育てと似ている時もあります。いい人でしょー。いつもこんな感じで聞いてくれる、本当にありがたいです。喧嘩を防ぐには気分転換、二人にはドライブが欠かせません。
買い物好きの光子さん、品定めをしているときは元気な様子を見せます。イワシは、イワシ、え、イワシ、なんてイワシの魚、イワシ、イワシは青魚だけよかったでしょ、うん、これ買う。ここば怪我しとったとね、テープ貼っとくね、うん、テープ時には突然転ぶことも。あらあら、かわいそうに。まあまあ。オッケー。前に比べ耳も遠くなり、会話が難しいことも増えていく母。できなくなっていくことはさらに増えると思う。うん、前の、もう本当忘れるしな、いろんなこと。それを責めるでもなく哀れむでもなく笑っとくなんかそうやねってか、それかな最近は、うん、10月20日これが、はい、これが英治さんので、こっちが私のです1日目何をするとか、2日目は何するとか、私たちでも分かるようにこの日、結婚40周年を迎えた英治さんと信子さん、10人の子供たちが夫婦旅行をプレゼントしてくれました。旅のしおりも娘の手作りです。本当に嬉しくて、ようわからんで見よったら、船のなんかこれね、この部屋は他人ごとに思ってたけど、我々が泊まる部屋じゃんって思ったもん。2人から始まった家族、10人の子供たちと時を過ごし、子供たちの家族も入れると今では30人を超えました。毎日毎日その日その日でなんか一生懸命やってるのが積み重なって、この間も言ったけど、でも40年続いたのはすごいことだと本当に思う。その言葉にはできない、愛おしいとか、まあ、愛してるとか好きとか言うけども、そんなものを通り越すのかなとは思う。あとはこの人をなんとか喜ばせないかって思うかなと思うけど、やることなすことが何言ってることがあるねえ、なんかねえ、もう何でも英治さんから信子さんへ、ここに来れたのは子供たちみんなのおかげだね。幸せだね。これからもずっと一緒にいようね。結婚記念日の旅行からおよそ1週間。ね、広々と腹筋したでしょ。何にもなくなっちゃった。信子さんの母、光子さんの体調が急変したのです。脳の周りに血液がたまる慢性硬膜下血腫と診断され、突然施設に入所することに。車椅子が必要になり、退所に向けて部屋を片付けていましたが、みるみるうちに歩けない体に。家に帰れるかわからなくなりました。ねえ、びっくりだよね。いや、びっくり。心の準備ができていなかったので絶対いいより、本当に急にパタパタパタっとそうなって、だんだん歩けなくなるのかと思ったら、もう次の日に歩けないっていう。腹筋したでしょ。
みんなそうだと思うけど、もう後悔ばっかり。ああしとけばよかった、こうしとけばよかった。いや、まさか帰ってこないと思わないから、もう本当に。でもほら、まだ元気だから今できることがあると思うので、ちょっと家族でいろいろしようと思って。月に2回の面会の日、信子さんの息子2人も駆けつけました。その話はすでにしてたんだ。お待たせしました。終わりましたらお声かけください、はい、ありがとうございます。ママ、なんでなんで、あんたが来て、なんかあったじゃん。違う違う、今日は面会の日だ。ほら、1ヶ月にね、何回か来てよかでしょうが、今日はだけお願いしとったとよ。さあさあ、花ちゃんが作ったて、お部屋に飾ってって、花ちゃんがね、作らしたけんね、お部屋に飾ってって。この間花ちゃんは来て、車椅子がないと動けなくなった光子さん。まなみちゃんだけだったでしょ。携帯は充電してやんなと。電話してなら、近頃電話もわからんね。なかなかせんなら忘れるもんね。忘れるね、ちーちゃん、皆さん元気ですか。おばあちゃんも元気よ、頑張ってるこれ。えいえいおうでかね。オッケー、携帯の書き方を忘れたって言ってたのがちょっと残念だったかな。もちろん毎日かかってきてたのが、この1週間10日ぐらい、じゃあ1週間ピタッとかからなくなったから、今日も変わらず元気そうな会話ができたんで、それはまあ良かったかなって思いましたけど。いや、おばあちゃんも俺らには元気な姿を見せようって頑張ってたのかもしれない。ここで会うとなんかちょっと実感させられるところはある。顔出せば喜んでくれるから、できる限り顔出してみたいな感じですかね。もう普段通りでいいかも、特別なことしなくて。変化に対応できる私になればいいですね。のんこちゃん頑張ってね。はい、頑張ります。この先もできる時にできることを精一杯。